西武池袋線石神公園駅前で3月18日西武グリーンマルシェが開かれ、多くの来場者でにぎわいました。西武鉄道と練馬区が協力して開いたこのイベントでは、約20の出店者が集まり、地元産のいちごやトマトなどの農産物、植物などのほか、狭山産のお茶や野菜も販売。駅に向かう人もマルシェの登場に珍しそうに眺める様子が見られました。練馬区板橋区の農業後継者組織ミキの会で参加していた本橋智一さんにお話を伺いました。ミキの会は書いてあります通り、練馬区と板橋区の農業貢献者でできた団体でして、普段はみんなで害虫防除の勉強や、あと新しい取り組みをしてですね、これからもっと減農薬にできたりとか、消費者の皆さんにどのように安心安全な野菜農産物をこう提供できるかをみんなで考えたりしている団体です。我々もこう直接お客さんと対して販売させてもらうことによって、商品の細かな説明やですね、我々命名にあるこだわりが説明できたり、またお客様 の、主婦の方とかから、うちはこういうふうにこれ作ってますとか言われると、うちらもそうなんだってことで、また他のお客さんにそういうことが説明できたりするので、とても役に立ってます。ありがとうございます。次回開催は6月を予定し、今後も継続的に開催していくとのことです。以上、練馬経済新聞がお届けしました。